僕この左上を見る動作でさ、ウォールハックですかとか、別の画面があるんですかとか言われるんだけど、単純にミニマップ見てるだけです。僕結構画面近いんでね。うわーし、無料期間一発目。どうも皆様こんにちは、グリードです。今ね、コールオブデューティーモダンオフェア2のマルチプレイヤーが無料開放されてるということで、プレイしていきたいと思います。で、無料でできるのはこのモシピットとサードパーソンモードなんですけど、一つ新規で始める方で注意なのが、このモシピットルールにシップメントっていうマップが入ってるんですけど、これね、もともと 1V1 用の昔の COD のマップなんだよね。で、とにかく超激狭マップで、もうリスとかめちゃくちゃで、基本的にチャレンジ解除とか脳死突したりとか、ちょっとね特殊なマップになってるんで、まあもしねマッチングした時に、まあこれはねそういう激狭マップ、特殊なマップなんだよっていうのだけちょっと理解しておいてください。これプレイ初めてプレイしてさ、なんだこのゲーム、どんなリスやねんみたいな、どうなってんねんっていう風にねならないことを願います。そして今後ね、僕のチャンネルで、ちょっとね、今、コールオブデューティでその、無料でプレイできる、ウォーゾーンと DMZ のっていうね、サバイバルモードなんですけど、そちらの2つを完全新規に向けての、解説、紹介動画をね、ちょっといくつか作る予定ですので、今のうちに気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いします。ちょっとね、動画の続き行く前に少しだけお時間ください。今回の動画はコンタクトレンズ通販サイトのレンズアップルさんのサポートを受けて投稿しています。皆さん今、コンタクトレンズってネットで買えるって知ってましたか？自分が使ってる度数やカーブが分かればスマホで簡単に注文できるのですごく便利です。最短でなんと翌日にはもう届くので、あ、買い忘れてたっていう時でもね、すごく便利ですね。もちろんね、取り扱ってる製品もすごくたくさんあるので、ワンデーからツーウィーク、あと最近流行ってるね、カラコンだったりとか、あと乱視用とかそういうのも全て取り揃えてます。プライベートブランドのウェーブシリーズが特に人気で、今回ね、初回クーポンご用意してますので、こちらちょっとね試してみたいよ、比べてみたいよって方にすごくおすすめです。ちなみにレンズアップルさんはなんとゴム本で、コンタクトレンズ通販ナンバーワンを獲得してます。さあ、それではレンズアップルさんのホームページの方にやってきました。ちょっとね購入方法を軽く説明したいと思います。まず例えばね、ワンデーを選択して、ではこの人気シリーズのウェーブシリーズを選択してみましょう。クリックして、まあ、1箱から購入できます。2箱から送料無料。例えば2箱選択。で、ここで両目の度数を例えばこういう風に選択して、あとはもうカートに入れると。で、購入手続きへ。そして次にご希望のお支払い方法を選択して、初回クーポンを入力しますと。これであとはご注文内容を確認して確定を押せばもう完了です。もうすでにコンタクトレンズを使ってる方もね、今はメガネだけど、これから試してみたいっていう方もね、このレンズアップルさんぜひお試しください。ただね、コンタクトレンズ初めて使うよって方は、やっぱり目に合わなかったりするっていう人もいるので、まあその辺は心配な方は、最初はお医者さんにご相談したりとか、その辺は、ご自身の判断でよろしくお願いします。詳細やアプリ等は概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。さあ、というわけでやっていきましょう。途中参加ですけど、まあ若干始まったばっかりか。まあいいでしょう。おお、いいフラグ。ナイス。で、敵は A 脇かな。基本的にこのマップのドミネーションはね、おお、あぶれー、C 脇が有利だった気がします。さあ、武器はこの初期クラスにある FSS だっけ。非常に初期クラスにあるから、みんなすぐ使いやすいと思いますよ。あ、プラス普通に強いしね、この武器。まあ、レートは微妙だけど、弾数はあるって感じのやつだ。あ？いいね。ほら。リスは大丈夫。僕はずっとこの B 盾にいればいいんじゃないか？と言いつつ前に出ちゃうんだな。ふっ。ダイブは結構逃げとか、ね、隠れるときにいいかな。弾がない。
C 側に落としとこうか。ハンドガンでいけるか。いや、いいのありましたね。オッケー、完璧なムーブ。非常に楽しいですね。あ、これはバトルパスの最後のやつじゃないかな。オッケー、寄れたのか今。アドバンスト UAV 出た。オッケー、ゴーストアクティベイデイツ。ポイッ。いやー、もう最悪。なぜだ、なぜここまで簡単に連休がつながっておいて、ここで負けるの。僕の V トロ落とそうとしてますね。危な、よう逃げられた僕今。こっちから行こう。いやー、負けるか。やっぱちょっとこの武器火力はないな。火力ないっすね。上登ってきてますね多分。ああ、いや、めちゃくちゃ今いい位置いったんだけど。うーわ、今の逃しちゃうか、最悪だ。待って、これ敵 C 触るんじゃない。おお、時にはね、伏せ打ちも大事っすよ。本作マジ伏せ打ち強いんだよね、しかも。ブラボーは取られてるけど、ここ外周 A、妨害しに行こうか。UAV 呼んで。いや、ミスった。いや、反応してくるな、敵もちゃんと。一筋縄ではいかなそうです。危ない。で、こういう時ね、これダイブっすよ。ね。多分今のダイブのおかげで、撃たれなかったと信じております。危ね、デュアルだった。そこフラグ入れて、こっち行ってみるか。これ地雷置いてあるな。オッケーオッケーオッケー。いや、多分2階にいるぞ。おっ、惜しい。上にいるね。バレてるんじゃないかな。あ、そんなことはなかったっすね。危ない。よし、基本的にこのマップ、あの B が厳しいとき、建物が厳しいときね、この外回りでキルしたりとか旗取りに行った方がかなりいいです。難しい時はね、 B 中が。オッケーオッケー。中入ったのバレたね。オッケー。あれは味方にやってもらおう。今のよかったな。あぶねえ。アドバンスト。敵はこっちじゃないね。よし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 。これデコイだったわ、マジで。気づかれてないか。僕この左上を見る動作でさ、ウォールハックですかとか、別の画面があるんですかとか言われるんだけど、単純にミニマップ見てるだけです。僕結構画面近いんでね、20発しかない。LMG か、ちょっと苦手だけど。裏を取れる。お前が。
35で足りるから、リロードしたいけど、リロードしたら絶対ここできるな。一回待とう。これは待とう。あ、味方が来たからリロードします。ナイス。無料期間一発で核よーし、レッツゴー。あーいやー COD してるわ。もう呼んじゃいましょうか。70キルで、無料期間で初心者狩りかよとか言われそうですけど、相手無料期間いないですから、これ。レベル的に。よーし！くぅ、気持ちよすぎる！優勝！というわけで皆さんお疲れ様でした。コールオブデューティーモダンフェア2、ぜひね、この機会に、プレイしてみてください。というわけで、お疲れ様でした。で、ダブルキルした、今。ウェーイ！ダブルキルからの、こっち押さえて、ポン！トイポー？はいはいはい。多分こっちからしこないな。うわはー！ポン！おーうわ、いや、こうやってみて、殴りもね、ロケランキルに入るからね。行けよ。やった、何キルだ。あ、2キル、ダブルキル。なあ、いけ、来い、うわあ。よー、おい、うわあ、そこ来る。ああ、やばい、マジでやばい。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, no